速は盗賊らしく殺せ。酒だ。どうぞ。おい、聞いたか。待って、例のやつ、神出鬼没の謎の盗賊だっけか。ああ、今度は商人が仕入れたばかりの金細工をやられたとさ。この間の貴族の家といい、警備の厳しいところばかり狙われてるな。かは知らんが、大した盗賊もいたもんだぜ。あそこの警備は見かけ倒して盗みやすかったぜ。おいおい、同業の盗みに感心すんなよ。まったく情けねえな。俺たちも謎の盗賊ぐらいでっかい盗みをやってやろうぜ。そうだな、兄弟。兄弟か。そうか。はあ、そうだな。それでな、テリンだ。兄弟。おかわりだ。どうぞ。ひょっとしてお客さんも狙いはレイバース家のお宝で。悪いことは言いません。
あのお屋敷はやめた方がいいですよ。この前もまた忍び込んだ盗賊が一人衛兵に突き出されましたね。またそんなに捕まっているのか。もう20人は超えているでしょうね。盗賊殺しのレイバース家、その筋では有名な話です。城どころか町一つを買い占めることができるほどの秘宝。そんな噂を聞いた腕自慢の盗賊たちが次々に挑んでいますが、帰り道に会っている、そういうことか。いまだに秘宝を盗むどころか拝んだものすらいない。今噂になっている神出鬼没の盗賊だって無理でしょうね。なるほど、酒の魚にはもってこいの話だな。お客さん、かなりの腕でしょう。こういう店をやっていると自然と目が利くようになりまして、だからこそ忠告しておきます。あそこだけはやめておいた方がいい。ああ、次はこっちも酒の魚になる話を持ってくるさ。申し訳ありません。だからダメだ。そんな、ダメだ。だから
な。え？実は。では。兄弟。おお。くそ。探すぞ。
兄弟。そうだな。よし。さて、おい、ダメだ。そうだ。あ。待て。ありがとうございます。さて、ただの宝石のようだな。それほど価値があるようには見えないが。価値ということであれば、計り知れない価値がございますよ。もっとも、それに気づくかどうかは別の問題でしょうが。何者だ、あんた。この俺に気配を悟らせずに忍び寄るとは。
のかと聞くのは本来こちら側ですよ。しかしここまでたどり着くとは素晴らしい腕をお持ちです。褒めても何も出ないぞ。そのようなつもりで申し上げたわけでは、素直に称賛として受け取ってください。何しろここまで来ることができた最初の盗賊なのですから。腕自慢の盗賊であればいずれ挑みたくなる。この屋敷の警備はあえてそのように厳しくしております。どういうことだ。例えば酒場の店主、彼には目をつけた盗賊に屋敷のことを教えるように頼んでいます。つまりわざわざこのお宝を盗賊に狙わせるよう仕組んだのか。そういうことです。なかなかに察しがよろしいようで。厳重な警備で守られたレイバース家に眠る秘宝、腕自慢の盗賊なら狙ってみたくなる。実際あなたも狙ってきたでしょ。待っていたのですよ、そういう盗賊をね。おびき寄せられたってことか。その通りでございます。だがなぜそんな真似をする。それを語って差し上げる必要はございません。ち、申し遅れました。私の名はヒース・コート、レイバース家の執事でございます。気配を殺し俺の背後を取る、そんな男がただの執事だと。まあいい、おびき寄せられた上ここでむざむざと捕まる気はない。帰らせてもらうとしよう。残念ながらそうはいきません。やるぞ。どこ見てるんだ。行くぞ。覚悟、ライフスピード、どこ見てるんだ。行くぞ。見てるんだ。
どこ見てる？どこ見てる？どこ見てるんだ？行くぞ。どこ？あそこ。どこ見てるんだ？やりますな。若い者にはまだまだ負けないつもりでしたが。何者なんだお前は。到底素人の動きではなかったぞ。ただの執事でございますよ。しかしこの勝負、私の勝ちです。何？これは。その腕は一橋の盗賊ならご存知でしょ。罪人の腕は別名愚か者の腕は、盗みをしくじった間抜けにつけられる屈辱の証。外せ、今すぐにだ。外しませんよ、簡単には。当家の宝を狙うような腕自慢だからこそ、その腕輪は非常に効果がある。盗みをしくじった間抜けの証、腕輪を見られるたびそう思われる。あなたの誇りが許さないはずです。取引するには十分な材料でしょ。取引だと。当家に盗みに入ったこと、衛兵には届けずに差し上げます。誰だ？ご挨拶が遅れました。私はレイバース家の当主、コーデリア・レイバースと申します。そのお嬢様が盗賊を罠にかけて一体何を企んでいるんだ？その、申し訳ございません。実は、あなたが狙ったその宝石は、龍石という当家の家宝なのです。龍石？はい。当家には代々、四つの龍石が家宝として伝えられてきました。四つ？ここには一つしかないが。はい。私の両親が亡くなった時、その混乱に乗じて、一度はすべての龍石が奪われました。しかしヒースコートが、この青龍石を取り戻してくれたのです。それで？泣ける話らしいが、俺には関係ないことだ。ですから、関係あるようにさせていただきました。残り三つの龍石を取り戻したら、腕を外して差し上げましょう。
そういうことか。最初からその役をおびき出すための。ごめんなさい。そうでもしなければ残りの流石は。大した玉だ。あんたもお嬢様も。そのような罠にかかる方が悪い。盗賊の世界ではそうではありませんか。まあその通りだ。随分と詳しいようだが。その話はいずれまた。それで引き受けていただけますか。もし取引に応じないのなら。いいだろう、やってやる。それはよろしいことです。では取引は成立でございますね。おや、お客さん。いっぱいおごってもらおうか。酒の魚になる話を持ってきた。申し訳ありません。私も商売でして。ヒースコートに依頼され、俺を屋敷に忍び込むように仕向けた。ああ言えば逆に必ず行くだろう。そう思いましてね。いかがでしょうか。おごりは2杯にしてもらおうか。ええ、喜んで。取り戻してくれるようお願いしたのですから。取引だ、頼まれたわけじゃない。ですが。そうですよ、お嬢様。間抜けな盗賊がまんまと罠にはまっただけのこと。その通りだ。残りの流石は3つ。色は違いますが形は全て同じです。私が取り戻した流石は青流石と呼ばれています。その他の流石の名も色を冠しており、石流石、緑流石、黄流石と呼ばれます。その3つを取り戻せばこの腕輪を外してくれるんだ。ええ、その通りです。やっ。どうだか。それで、何か手がかりはないのか。ノーブルコートに住むとある学者が石流石を研究していると。わかった。まずはそこから探ってみよう。何かおかしかったでしょうか。
俺が盗みの依頼を受けることになるとは。いや、なんでもない。